課題感としてあるのは、若い人たちが今やっぱりサッカーを見る機会が減ってるっていうところが一つ課題として挙げられるかなというふうに思ってます。新しいサッカーの楽しみ方、新しいサッカーの見方っていうのを伝えていく役割っていうのを、もう若者が集まる渋谷の街からやっていきたいなと。今までサッカー見なかった人たちを巻き込んでいくっていうクラブになりたいなとは思ってますね。そのために強くなって影響力を持つことによって世の中をよりワクワクさせるクラブになりたいなっていうところは思ってます。やっぱ自分たちがやろうとしているサッカーがこんなにもうまくいかないのかっていうほど遠いところに昇格というものがあったんだなって、なんかすごい悔しくて、このままずるずるサッカーやっても絶対後悔するっていうのは思ったんで、自分がもっとやれてればチームがもっと上に行けたんじゃないかっていうのはものすごく考えたシーズンにはなりました。自分も指導者としての野心もありますし、まあ、それが選手もしくはクラブが目指すものと、まあ、基本的にはなんかこう一致する部分を感じました。自分たちは勝ち取りたいものがあると、それはクラブにも絶対あるし、個人にもある。2002年のワールドカップ、ここで何かできなかった時に、そこから先の日本のフットボールはどうなるかっていうのとっていうのですごく燃えてた。今の CBA もここから来ない、このクラブがここからさらにでかくなっていく重要なフェーズで、みんなそれぞれは主体的に関わっていった。驚きの連続というか、こんなに情熱があってサッカーを知ってる人って果たして日本で何人いるんだろうっていうか、今まで聞いてこなかったサッカー論であるとか、まあ、メンタリティのところは聞かせてもらってるので、まあ、僕はまだまだ伸びるなっていう印象はありますね。その雰囲気も良いですし、みんな声出せるし、走れるし、戦えるんで、選手たちもすごく、まあ、自信をつけてきてるかなっていう。試合をするごとにこの新しい、またレベルの高い課題が出てきて、負けた瞬間の写真ですよ、まあ、それ未だに消せないので、絶対にその思いを払拭するために渋谷で絶対上がりたいなっていう気持ちですね。学びはあります。やっぱ試合でいいプレーしてもらうのが一番嬉しいっていうか、スタッフのみんなも楽しむっていう気持ちを持ってこの渋谷シティ FC に関わってもらってるので、まずスタッフがいい雰囲気で、それがどんどん選手にもお客さんにも伝わっていくといいな。進化の過程みたいなものを見るのはめちゃめちゃこう楽しいと思うし、チーム、選手個人の人生がどう変わっていくかみたいなのはずっと見ていきたいなって。可能性大事だけど絶対勝って終わりましょう。シェイクアップ諦めない。本当に1秒でもあれば点を取ろうみたいな気持ち。迫力があって楽しませてもらいました。